コンチャス。どうも、なごみです。こうくんです。なこなこです。じゃ、はい、ということで、はい、こうなんですけど、あるゲームをしたいなと思って、まあ、その内容が、はい、まあ、僕、あのお笑い芸人の霜降り明星さんが好きなんですけど、うん、漫才で、おいそこ、ええ加減にせよ、学校で喋るなっていうやつがあんねん、フレーズが、うん、それがめっちゃ好きで、うん、わかんねえ。で、今回は、はい、そのありえないフレーズを、はい、他の言葉でもやってみようゲーム、イエイ。それぞれお互いお題を出し合って、うん、まあ、リズムよく答えていきたいと思います。はい、まあ、とりあえず難しいことを言ったらいいやな。難しいというかありえへんこと、ありえへんことやな、うん、OK、 やったということで早速やってみたいと思います。はい、よし、行こうか。リズムどうする？リズムって何のにおいそこ、でれれれ、お前それお題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 でもすまんやん。でで、お題でで、おいそこ、何何で、オッケーオッケー、これでいけるかな。もう普通のテンポでもう行こうじゃん。ってことで早速、はい、いきます。まずお題はなごみから僕に言ってください。はい、よーい、スタート。上、おいそこ、文字書くな。はい、ない。首締めちゃった。首締めちゃった。じゃあ、幸先悪いか、幸先悪いな。こういう感じで、今のは悪い例として。早かった。じゃあ、まず、じゃあ次、何分からもう一回。よーい。スタート。椅子。おいとこ、座るな。ベッド。おいとこ、寝るな。冷蔵庫。おいそこ、冷やすな。ぬいぐるみ。おいそこ、かわいい顔をするな。タオル。おいそこ、拭くな。スイッチ。おいそこ、遊ばせるな。枕。おいそこ、投げるな。ちょっとなんか修学旅行か。いや、まず人間やけど。遊園地。おいそこ、回転するな。回転って何？え、何回転って？あ、違う、開演や。開演。開演や。どういうこと？開演するでもう営業させへん気。じゃあそれが遊園地の開演こと。閉園させる気。バイク。おいそこ、ふかすな。セグウェイ。いつも待って、セグウェイ。あー、なんで？セグウェイって、セグウェイってなんかこうブーンってさ乗るやつやん。じゃあ仕切り直して、はい、よーい、スタート。お、事務所。え、おいそこ、パソコン使うな。香水。おいそこ、匂わすな。おー、 MacBook。 おいそこ、ジャンクフードと本の名前合わせるな、ややこしい。まあもう、うん、まあ、できてないけどアップテンポでやっていきたいと思います。最後アップテンポで、うん、いくで、うん、iPhone。 触るな。充電器。つけるな。つけるな。どういうこと？つけるな。オッケー。電気。触るな。エアコン。冷やすな。お。壁。開けろ。帽子。ひだどけろ。ひだ、つば、つばな。ひだって何やねん。つばどけろ。臭いぞ。鼻。開くな。開く。眉毛。書くな。お、目。閉じろ。顔ばっかやん。
はい、はい、ということでもう最後ちょっともう顔をいじってたんですけどリズムっていうか、うん、面白いよね、面白かった、な難しいけどな、結構だから大人数でしたら面白いな、面白そうな、しかもなんか大人数やったら、うん、えっって言ってもすぐ指さしてその人が答えるみたいな、リモコンとか言って、ああみたいな、なるなるなる、あはい、ということで、今日は新しいゲームをちょっと考えさせてもらったんですけど、はい、いや面白かったね、面白かった、うん、霜降り明星さんありがとうございます、ありがとうございます、これから夏休みも始まるんで、まあ遊ぶ機会があったらぜひしてみてください、ぜひ今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバーイ。お疲れ。お疲れ。おいっす。おいそこ。立つな。